次にじゃあ作りたいもの別順路を見ていきましょうか。はい、でこれはそうだね、逆引き的なものだね。ほい、これもね多分一番需要が高いのかなというところで、 VTuber モデルを作りたいっていう人がどの講座を見るといいのかなっていうところですね。ここに上げてないやつも全然ね参考にはなるし、全部見たらその分理解度はもちろん上がるんだけども、はい、VTuber モデルというところで絞り込むとしたらこんな感じかなというところです。まずは、ライブ 2D の基礎をマスターしよう。これはね見ておいた方がいいでしょう。この基礎をマスターしようを見た後に VTuber 用モデルの作り方を次に見ていってもらえるといいかなと。その次がですね、講座の公開順番的にはちょっと飛ぶんですけど、揺れ物理演算をマスターしようですね。この講座を見ると、まず基礎をマスターして VTuber 用モデルに可動域とか揺れ物、体腕の動きっていうのを拡張して、でさらにそれを使って揺れ物理演算をもっと良くするっていう流れができるので、この3つはね同じ宵凪蛍ちゃんっていうモデルを使っているのもあり、この順番で見るといいかなと思います。でそれが終わったら次に表情制作のコツまとめと高可動の腕を作ってみようっていう、この2つですかね。こうさらにね表情をもっと作り込みたいっていうところを表情制作のコツまとめで学んでもらって、でさらにもうね腕をいっぱい動かしてハンドトラッキングまでやっちゃおうかなっていう風になるんじゃないかななると思うので、はい、でさらにお着替えをねさせたいっていう時は衣装替えモデルの作り方をプラスで見るとバッチリという感じですね、うん、あーなるほど、コメントでもね、そうですね、上3つでもう VTuber は完璧かなと思いますね確かに上3つがもうだいぶ馴染んだっていうところで下3つをやるとスムーズかもしれないですね。ということで抜粋するとしたらこの順路という感じです。わかりやすいですね。そして次が動画を作りたいよっていう人が特にどれを見るといいのかっていうのはこんな感じですね。でまずはライブ 2D の基礎をマスターしようは、まあ、ここでも登場なんですけど、まずはこれを見てほしい。で次にまあこれかなというところでライブ 2D メイキングですね。でこれはまあ最初に紹介した通り動画用のね機能紹介とかもしているし、こうイラストを魅力的に動かすっていうところにね特化しているので、これはぜひ見てほしいですね。でこの2つでもう基本のモデリングと映像用途の機能っていうところが学べる感じですね。で次にこの辺を見終わったら、表情制作のコツまとめと長尺モーションの制作方法、この2つを見るのがいいと思います。長尺モーションの方はねかなり長い尺でやるにあたって賢くやれるやり方を紹介しているので、あとそうそう動きをねどれぐらい自然にできるかっていうのもここで紹介しているので、モーションのクオリティアップがここでできますという感じですね、うん、うん。あとはもし作る動画がこうイケメンだった場合、男性キャラだった場合、イケメンモデルを作ろうの方でも、モーションのねコツなんかを紹介しているので、これも見るとさらにいいでしょうというような感じです。そして次がゲームアプリに使いたいっていう場合ですね。ここはちょっとね、うん、少し中級者以上向けの内容に、まあ、あえて絞ってますね。やっぱりね、はい、ゲームとかそうアプリに使う場合ってなかなか容量というかデータの重さだったりとか組み込んだ時の負荷みたいなところを気にすることになるので、この辺をピックアップしました。あ、まずはここでも基礎をマスター仕様は見てほしい。うん、これはもう必須ですと、うん、そう毎回出てくるね。でもこれは見てほしいその次にね何見てもらおうかなってと悩んだんだけど、超時短ライブ 2D モデリングですね。これがそのタイトル的には超時短って書いてあるんですけど、本当に技がいっぱい詰まってる内容になっているので、基礎をマスター仕様だと分からなかった部分っていうのがここでかなり保管されているので、この2つを見ると基本のモデルと中級以上向けのテクニックが学べるっていう感じになってますね。でさらにゲームアプリでもやっぱり表情って豊かにしたいっていうのがあると思うんですよ。なので表情制作のコツまとめと、あとは衣装替えモデルの作り方、これもね、まあ、衣装替えっていう風に書いてはいるんだけど、モデルを流用するテクニックっていうのがね、はいはいはい、だいぶ紹介されていて、なんというか衣装替えっていうか、まあ、モデルを変えたいみたいなね、キャラクターを変える時にも流用できちゃうようなテクニックも紹介しているので、駆使するとだいぶキャラクターの量産というかが楽にできるんじゃないかなという風に思いますね。そしてこの学んで使う組み込み用ファイルを見て組み込みデータの理解を深めると
そう、これ見ておくと本当なんかエラーが出るみたいな状態が避けれると思うので、あー、はい、いいですね。これはもう強強になれますね。そうそうそう。で、あとはユニティのね知識も持ってるとさらに強いんで、ユニティの知識が欲しいときはユニティでライブ 2D を動かしてみようも見るとさらにいいでしょうという感じですね。うんうん、うん、ということで、今回紹介した順路はこんな感じですね。ちょっと3つに絞らせてもらいましたね。皆さんの目的は何でしょう、何でしょう、何でしょう。ぜひ参考にしてみてください、うん。